もしもし、新田です。今から説明していきます。まず、ログインしていただきまして、で、画像をアップロードしていきます。画像の方は400の200っていうことで、統一していただくと見やすいかと思います。今回ですが、今仮にちょっと作りました。400の200で、こういう漬物のセールのものを作ったということで仮にアップロードしていきます。まずアップロードする方法ですが、場所は、コンテンツ管理のファイル管理というところを開きます。そうしますと、このようにファイルが覗けるようになります。一番下見ていただきまして、ファイルのアップロードというところで、こちらで、ローカルの、用意した画像を選択します。僕の方は、ドックボックスの、マルコ醸造さんの、こちらを、指定していきます。で、アップロード先ですが、イメージ図という場所を用意しておりますので、あ、消えちゃった。こちらの、IMGS という場所を開いてください。ユーザーデータのイメージ図 IMGS という場所を開きます。で、こちらで選択してアップロード。アップロードが完了しましたというふうにして入ります。この画像を使います。アップロードした場所ですが、このようになります。これでわからんな。ユーザーデータ IMGS っていう場所なので、こちらコピーしといて、マルコ醸造さんのこの COJP の下に貼り付けて、今のですね、なんだったっけ。冬月01。冬月01.jp と、このように、サーバーにアップロードされております。で、次ですが、本ちゃんのページの方に入っていきます。デザイン管理で、ページの詳細設定というのを押してもらいます。で、この中のトップページをクリックしていただきますと、ここにいじる部分が出ます。現在、この div id イコールフラッシュエリアっていう、この div と div でくくられた部分が、ですね、ちょっと待ってね、ここです。このエリアに入っていきます。この下に、今入れていきましょう。画像1個かましておりますので、開業の BR を1個入れます。で、IMGSRC イコール点点、先ほどの HTTP コロンスラッシュスラッシュダブダブダブドットマルコ醸造ドット CO.JP スラッシュユーザーアンダーバーデこれね、見つけちゃいましょう。コントロールということで、これで登録としていただきますと、ページの方では、このように出ます。で、これまだリンク書けておりませんので、例えば、お漬物のところの、商品登録していただいた、ページを開いていただいて、ここを移したいとなりましたら、ここをコピーして、
ここでリンクタグ、A タグを貼ります。A、href イコール点点、先ほどの URL につけて、最後、イメージタグにエンドタグを入れますと。そうしますと、今、手のマークになりましたが、リンクが貼られたということで、飛んでいくようになります。で、マウスオーバー、このように乗ると白くなるっていうのは、どういう命令かと言いますと、これ簡単でして、今、400と200ならば、いくつでも増やせます。ここのクラスバナーっていうのが、そのようなスタイルシートで命令を書いてありますので、こちらを A タグの後ろにスペースを取りまして、貼り付けますと、登録と。となります。もう一回再読み込みしますと、このようになります。画像が400と200ならばこのようになりますので、どん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 バナー作ってもらって、下に下にというふうにことも可能です。ひとみさん多分ホームページビルダーとか構っておられたんで、この辺はもうホームページビルダーで作って、ペローンと貼っちゃえばいいのではないかなというふうにも思います。ということで、一応以上になります。またわからないところあったら、電話、お気軽に電話ください。ということで、以上です。どうかな。止め方が。コントロール N。